ケーストリーム。大瀬ゆう子のおいしいサロン、今日のゲストは公益財団法人吉田記念テニス研修センター、通称 TTC と言っていますが、そこの企画責任者である板谷智美さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、早速ですが自己紹介お願いいたします。はい、柏市の花の井にある自然豊かな14面のテニス施設、はい、TTC から参りました。皆さんがイメージする、一般的なテニス施設とは一味も二味も違った魅力満載の TTC を皆さんにお伝えする仕事をしております。はい、そんな一味二味違うということですけど、どんなふうに違うの？はい、TTC には4つの活動方針があります。1つ目が普及プログラム、テニスの楽しさを全ての人に知っていただいて伝えるというプログラム。2つ目が強化プログラム、国際的に通じるジュニア選手の育成。そして3つ目がテニス指導者の研修育成。世界各国より毎年講師の方をお招きして研修セミナーをしております。4つ目がスポーツ医科学からのサポート。TTC には海外経験のあるスタッフが多数サポートしていただいております。はい、その中でも具体的にちょっと普及プログラムのことを聞きたいんですけど。はい、はい、テニスの楽しさを知っていただく、一般的に言われるスクールの、はい、プログラムなんですけれども、小さいお子さんはもう1歳半ぐらいからコートに入っていただいて、まだテニスはもちろんできないんですけれども、小さいラケットを持って球をコロコロっとしながら、小さなお子様から、そしてはい、シニアの今元気なシニア層の方が多いんですけれども、普通のボールとちょっとこう圧が違ったボールを使って、あとコートも少し小さめにして楽に楽しくテニスができるよっていうプログラム、小さなお子様から今上は80過ぎのおじいちゃんおばあちゃんまでが、TTC に集まってテニスライフを楽しんでいただいております。はい、そしてもう2つ目の強化プログラムについてですが、はい、今旬なところではですね、はい、リオのパラオリンピックが先日終わりましたけれども、はい、TTC で小学校から中学校卒業まで練習に励んだ杉田祐一選手が、今時の人錦織君と一緒にですね、日本代表としてオリンピックに出場したという、はい、オリンピックに出場しました。 TTC を卒業した子が、はい、すごいな。そうですね、ありがとうございます。はい、で彼がいたプログラム、に今所属している選手たちがですね、日本国内のジュニアの大会の最高峰と言われている全日本ジュニアで、12歳以下、14歳以下、16歳以下、18歳以下のカテゴリーで、男女ともにトップを、日本一を決める大会なんですけれども、なんと今年もですね、12歳以下の女子と18歳以下の女子で日本一が TTC から出ました。2人が決勝戦で争う。そうですね、18歳は、決勝戦 TTC 同士のジュニアということで、すごいね、はい、はい、国際的、はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、そういったところではですね、はい、持てようか、はい、ありがとうございます。はい、強化プログラム、まあ、TTC といいますか、柏が誇る名選手がたくさんいるのが車いすテニスの選手たちです。はい、このあと9月に開幕されますリオデジャネイロパラリンピックに TTC から5名の選手が、今回も出場することになりました。柏の TTC から5名の選手がパラリンピックに出場ということで、はい、はい、ありがとうございます。すごいですね、活躍が。もう何ですかね、その車いすテニスっていうのを始めたっていうのも、またなかなかいろんなことやってないんですけれど、
そうですね、ようやくこうして車いすテニスっていうものが普及されて、うん、世界でも活躍するようになったんですけれども、うん、もう最初日本の最初、まあ、柏に車いすテニスが来たっていうのも、まあ、関東の皆様が車いすテニスをやりたいっていう時に練習場がなくて、うん、で九州の大会にうちの理事長ご夫妻が行った際にですね、はい、九州の方々に関東の選手が関東には練習する場がないと、なんでだって聞いたらコートを傷つけてしまうので車椅子選手はちょっとお断りしてるんですっていう施設がすごく多くって、なので練習する場が全くないというふうに九州の方で相談したところ、九州からちょっと理事長こんなね問題が出てるんだけれども、どうかしてくれないかいみたいな話から、うん、理事長がもう全然もう壊れたら直せばいいんだ、うん、ぜひうちに来てくださいっていうのが関東の車椅子テニスの、まあ、スタートで、はい、すごい ね、はい、ね、それでも世界に行くオリンピックに行くというようなことが柏から行われた、はい、ということでしょう。すごい素晴らしい、ありがとうございます。はい、楽しみにしてます、応援してます。はい、はい、その他にもそうですね、あと車椅子選手の活躍からですね、うん、車椅子のジュニアたちが非常に多く TTC に来てくれるようになりましたし、全国的にもいろんな施設で車椅子のジュニアが非常に増えてきたというふうに聞いておりますが、やはりこのジュニアたちが出てくるということは、先ほどもありましたプロの選手たちが活躍をして、で彼らっていうのはなんでプロになったかっていうと、こういった子どもたちに夢を持ってもらいたい、自分たちの活躍はもちろんのこと後世につなげる、そういった、活動もしたいということで、うん、国枝慎吾選手なんかもですね、うん、プロになるときに非常に迷ったらしいんですけれども、うん、未来のこういった車椅子選手のたちのために、うん、頑張りたいということで、まあ、その願いが有言実行で彼らが示してくれて、はい、でこういって車椅子のジュニアたちが出てくるようになりました。はい、今 TTC には車椅子の、ジュニアたちが育っていて、なんと今19人ぐらいいるっていうことなんですけど、はいはい、地域からいろんな地域から集まって柏に集まって、未来の2020年にはここからまたパラリンピックの子たちが育つのかなというふうに思います。はい、これはこの時は、うん、あれですね、柏のお祭りの時に、そうですね、はい、そうこっちみずきちゃん、はい、はい、こっちはパレードに出させていただいて、うん、大瀬さんに持っていただいているのは、うん、ちょうど東口のステージで、うん、車椅子テニスを知らない方々に車椅子を知ってもらいたいというジュニアたちの思いで、うん、ステージに立たせていただきました。すごかったんですよね、この子たちに来て、そうですね、はい、注目してくれて、まあ、そんなことで、柏から世界に子たちを育てている、しかも車椅子テニスというのも普及させている第一人者なんじゃないかなというふうに思いますが、そんな中でこの後半は地域と共に歩む ETC の活動を伺いたいと思います。はい、後半行きたいと思いますが、ゲストの板谷智美さん、通称 TTC と言われているテニススクールの、企画責任をされていますが、さあ、はい、先ほど前半では、地域とともに歩む TTC の話をさせていただきましたけれど、あ、後半しますねと言いましたけれど、さあ地域と歩むというところで、はい、いいですか。はい、先ほどもリオのオリンピックに出場した杉田雄一選手の、うん、紹介させていただいたんですけれども、はい、彼が今この写真に載っているのが2012年に TTC で行われました柏国際オープンテニストーナメントの優勝杯を持った彼の写真なんですけれども、うん、
ここにもあの TTC から世界へというふうに書いてくれてるんですが、うん、柏から世界へということで杉田選手もそうですし車椅子選手たちもそうなんですけれども、うん、実はこの国際トーナメントの、運営にあたっては国内の大会が非常に少なくなっていってるんですね、うん、でなぜかというとやっぱり資金面の部分で各クラブ各協会非常にあの苦戦しておりましてこの国際大会をつなげていくということが非常に難しい中、うん、柏国際オープンテニストーナメントは柏の企業の皆様ですとか、応援してくださる方々に支えていただいて今もこうして今年で17回目を終えたところなんですけれども地域の皆さんに支えていただいてずっとこういったあの日本人選手の活躍をつなげていくことができているというような大会で非常にあの主催はあの TTC だったりはするんですけれども数年前から柏市も共催していただきましてスポーツに理解のある、柏市がも一緒になって盛り上げてくれているというのがこの大会になります、はい、やっぱりこういう小さい大会のポイントを積んで、はい、世界に行くっていうのが大事な大会ですよね。そうですね、国際大会、はい、この大会がないと、うん、錦織くんが今活躍しているウィンブルドンなんかっていうのも、うん、出場ができないというところでは非常に大切なはい、大会になります、ね、なのに国内ではだんだん少なくなってきて、はい、でも柏では地域の皆さん企業の方が応援してくれて続いているということで、はいね、すごい、ありがとうございます、ね、いいなと思いますけど、はい、でその他にも、はい毎年って言っても5回目かあ今ここにあるな4回目か、はい、4回目になったスポーツフェスティバルということで、今年は9月の22日祝日に10時から、4時までということでテニススクールの方で研修センターの方で行われるんですけどどんな内容で毎年行われるんですか、はいはい5年前に公益財団法人になった TTC なんですけれども、うん、いかにですね無料で地域の皆さんにスポーツ、テニスを通じて人生を楽しく豊かになっていただくかということがですね、役割として、お役目として、公益財団法人に与えられているんですけれども、テニスを通して人生を豊かに、はい、はい、そうですね、うん、で、市民の皆様を無料でお迎えをして、スポーツを楽しんでいただくっていうことなんですけれども、はい、柏はスポーツの街、うん音楽の街、はい、食の街ということで非常に盛り上がっている街の代表だと思うんですけれども、うん、TTC だけではなく柏にはホームタウンチームといって、うん、いろいろなスポーツ競技があると思うんですけれども、はい、みんな呼んじゃえばいいじゃない、うんはい、でしかもスポーツだけではなくて食、うん、そして音楽、うん、全部をまとめて会場を TTC にして市民の皆様に一日楽しんでいただくという企画になっております。はい、もうそれの責任者で走り回ってますけどね9月で22日なんで今走り回ってるところだと思いますが、はい、どんなことがあるかというとここにも来ていただいたおさげさんの、ゴールデンホークスがテニスコートの上で踊るんですね。そうなんですよ、はい、ちょっと足が大丈夫かなと思うんですけど、はい、全然大丈夫って言ってましたね、はい、踊ってくれてますけど、そして、その他にもこれは何だ、これはサッカーだ、サッカーですね、レイソルと、うん、東和さん、うん、柏東和さん、はい、フットサルの、はいはい、子供たちと一緒に体験したり、はい、あとお相撲もだ、はい、うん、お相撲強いんですよね、柏もね。そうなんですよね、はい、はい、ね、お相撲のテニスコートの上でいろんな競技があるっていうのが、うんうん、運営側なんですけど、うん、非常に楽しくて、はい、いつもはテニスコートの上でテニスしかしてないんですけど、はい、その上でダンスあり、ね、お相撲やったりして、はい、お相撲あり、これは車椅子テニスかな、そうですね、はい、実際に子どもたちに車椅子に乗ってもらって、うん、実は車椅子ってラケット持ったまま車椅子こがなきゃいけないので、うん、非常に大変なんですけども、うん、そういったことを体験していただくコーナーなんかも、はいね、作っています。あ、これが私いつもメインになっている、そうですね、はい、綱引きね、はい、アスリートと、市民の方たちとの綱引きっていうのがあって、はいはい、これ非常に盛り上がります。全員会集まって、はい、子供たちが今もう綱引いてますけど、その形でやっていたり、音楽の方では
ここにあるのは親父ダンサーズかな。そうですね。で、あの後ろ見ていただくと分かるんですけど、うん、そうなんですよ。全部のスポーツ団体が最後集まって、うん、一緒に踊って、はい、盛り上がるんだね。盛り上がるんですよ、はい、で基本アスリートの人たちって楽しいこと大好きなので、うん、本当にあの自らが楽しんでくれてっていうイベントになっていて、うんうん、そういったアスリートの一面を市民の皆様も間近で見ていただくいい機会なのかなっていうふうに思います、はい、なんだ。あ、これも最後全員で、あ、全員でね、はい、集まって運営側のスタッフもそうですし、お客様も一緒に入っちゃって、うんうん、はい、千葉君も、ね、はい、みんなで、でそう飲食を出していただいてる方々もみんなもう中央に集まって一緒に踊っちゃってっていう、はい、ね、はい、スポーツを通じて TTC が通じてあの地域の方たちと共にというのが、はい、イベント9月22日、はい、10時からですので、参加費無料、無料で、でいろんなあの競技にのプロの方たちと一緒に参加できるという楽しいイベントです、はいはい、ね、で伊田さんは、まあ、その中で走り回ってるわけなんですけど、はい、なんかふと聞いたらこの仕事をして TTC さんに16年、はい、ですけど、入ったきっかけは入ったきっかけは、はい、あの子育てをする環境として、うん、まあ、子どもの保育園に近い、うん、職場を探していて、うん、本当にテニスが大好きとかそういうわけではなくて、うん、まあ、スポーツは好きなんですけれども、はい、子どもの育児をする上で、はい、うん、働きやすい環境だったと、はい、いうことですが、はい、今やっぱりこの仕事を先ほど話していた時も、はい、この仕事すごい好きって言って言って感激しちゃったんだけど、ね、はい、TTC は、うん、テニス研修センターってあるんですけれども、うん、こう、まあ、プロだったり一般のスクールだったりっていう研修だけではなくて、そこで働くスタッフのまあ研修センターでもあるんじゃないかなっていうふうにすごく感じていて、 TTC のスローガンにテニスが上達して人生もより豊かに TTC っていうのがあるんですけれども、あのこのスローガンはお客様だけに向けられたメッセージではなくて、我々働くスタッフ一人一人にも、うん、あの当てられたメッセージなのかなっていうふうに受け取ってるんですね、うん、でその地域の皆様にこうやって関わらせていただいて、うん、いっぱい支えていただいて、いっぱい笑顔をもらって、はい、本当に自分の人生が非常に豊かになって、急にグッと来てしまいました、はい、もう日に日にいろんなあの仕事をさせていただく中で感動をいただいて、それとともにいろいろな方にすごく感謝をあのさせていただける、こういったあの環境に身を置かせていただいて、そこで働かせていただいているっていうことがすごく嬉しくてありがたくて、それもひっくるめて TTC ってスポーツってすごい素敵なんだよっていうことを伝える、うん、まあ、仕事をさせていただいてるかなって思ってます。はい、はい、すごいなんか伝わってきましたすごくね。三田屋さんとはついこの前柏の葉でもイベントやったんですよ ね、 そうですね、柏の葉で4月、はい、そうですね、4月ですね。4月に、やっぱり同じようなスポーツフェスタを、ホテルのところだったりこのね、地域のお庭とかでやったんですけど、はい、その時に、やっぱ食とスポーツということで、豊ノ島さんとをさせていただきましたけど、ね、ますます活躍されることを楽しみにしています、はい、ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。